こんにちは、じゅんです。ゆっこです。今回は、飯塚知恵プロによるレッスンです。はい、今回はですね、アプローチが超苦手でスコアが伸び悩んでる人に向けた動画になっております。いやー、わかる。多いですよね。多い。なんだろう、こう100前後ぐらいの方で、正直ね、アプローチが上手い人ってあんまいないと思ってる。確かに。わかる。わかる。大体ね、80代もあるとアプローチが上手いんよ。そうですね。大体平均スコア聞いたら、そう、あー、アプローチやってないんじゃないんですか、練習してないんじゃないですかって思っちゃうから。そう、大事。ね、大事ですね。はい。ということですね、今回の動画では、アプローチが苦手で克服したいけど、なかなかうまくいかない人のために、やってはいけない3つのポイントについて解説したいと思います。はい、3つです。たった3つです。たった3つです。はい、やっちゃいけない3つですかね。そう、アプローチで絶対にやってはいけないことを、アプローチが苦手な人はみんなやっているんですよ。ああ、なるほど。はい、なんとなくちょっと想像ができるものはある。うん、私も、あれかなみたいになるね。そうそう。なので、ぜひこの動画を最後までご覧いただいて、アプローチを克服してください。はい、アプローチね、こう寄るとね、もう、まあ、ジュンはね、いつも寄ってるから、なんかもう、まあでも、あの快感のためにアプローチを極めたいってやってるんで、なんかもはやグリーンカップが、そのピンが手前だったら、あえて乗せないとかやっちゃったりしない？そこまで、そこまで、まあいっかな、乗らなくてとか。そう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 、わざわざ極めできるじゃん。そう、わざわざ乗せなくてもアプローチ得意だから、いっかみたいな感じで、それもね、コースマネジメントにつながるし、アプローチがうまくいけばスコアも上がる。それです。それです。はい。あ、それでは皆さん、リンゴルフ公式 LINE 登録してくれてますか？してくれてますか？いつも小声で言ってます、ここ。はい。登録してくださった方には、無料のプレゼントね、はい、差し上げておりますので、はい、登録してくださってない方は登録をお願いします。すぐ友達追加お願いします。321ポチッ。はい、ちなみにですね、今回レッスンしてくださっている飯塚知恵プロはですね、はい、レッスンプロとしてご活躍されておりまして、うん、これまでに1000名以上指導されております。はい、すごい。うん、で、生徒さんの中には3年間スコアが100切りできなかった男性が、5回レッスン受けただけでスコア100切りを達成。その5回って何時間よ、みたいな。3年間分で考えると何時間よ。そうそう、すごい短いよね。はい、平均120だったスコアが1ヶ月で平均100を達成。うーん、平均100になってくるとね、またゴルフが楽しくなるからね。100切りもして、なんかもっとこう意欲が増す時だよね。そう、はい。あとですね、たった1回のレッスンを受けただけでアプローチでダフリといったミスをしないスイングをできるようになったっていう嬉しい声もあります。それはめちゃめちゃ嬉しいです。嬉しいですよね。うん、さらにはですね、2から3回のレッスンで多くの方がベスト更新しています。すごい、ベスト更新も嬉しい。そうですよね、ちえさんすごいですね。ということですね、そんなちえさんのレッスン、見ていきたいと思います。はい、はい、チェイさん、今回のレッスンは何でしょうか？はい、今回はアプローチが苦手な方がやってはいけない3つのことをお話ししていきたいと思います。はい、早速、まず1つ目はボールの位置です。ボールの位置を頭より右に置かないことです。はい、これなぜ右に置いてはいけないかというと、右に置きすぎると鋭角に入りやすいんですね。鋭角に入るとリーディングエッジが芝に突っかかってしまうので、ざっくりしやすくなるんですね。ざっくりが嫌で起き上がってトップの可能性も出てくるので、ボールの位置は頭より右に置かず、まずは基本のセンターに置くこともおすすめします。はい、はい、2つ目はフェースの開閉を抑えていく
ということになっていきます。これなんでフェースの改変を抑えた方がいいかというと、これもクラブの特徴にありまして、フェースを開いて閉じてくると一番最初に当たるのがリーディングエッジになります。このリーディングエッジから芝生に当たってしまうと突っかかってしまうんですよね。なので逆目だったりラフだったりより突っかかってしまうので、この開閉を抑えていきましょうということなんですが、開閉を抑えてあげるとなぜ突っかからないのかというと、このバンスですね、バンスに当たるのでリーディングエッジから当たるよりも滑ってくれるということから、開閉を抑えていくことを推奨しています。続きまして3つ目です。3つ目はですね、テイクバックでヘッドが手元よりインサイドに入らないことです。はい、閉じても開いてもインサイドに入らないことです。これなぜかというと、手元よりヘッドがインサイドに入ってしまうと、これもフェースのこの開閉を促してしまうので、強く入ってしまったり低くボールが出てしまったりするので、テイクバックで手元よりヘッドがインサイドに入らないところで上げていきましょう。正しい位置はどこなんでしょうか？正しい位置は球筋によっても変わるんですが、手元と同じくらいかそれちょっと前ですね。はい、これを参考にしてやってみてください。はい、以上アプローチが苦手な方やってはいけないこと3つでした。チェ先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のアプローチが苦手ならやってはいけない3つのポイント、はい、いかがでしたか？当てはまってたんじゃないんですか？うん。アプローチにやってはいけないポイント分かったでしょうか？うん、ねえ、もうすぐ練習したくなっちゃうよね。なるほどと思って、うん、なるほどだよね。うん、まあ、多分私も昔はすごいやってた。始まってた、うんうん、まあ、今もたまにやっちゃうんで結構気をつけてるポイントを今回説明していただいたんで、うん、私も気をつけてやりたいなと思いました。思います。うん、はい、でね、まあ、アプローチの苦手部分を解消することで、まあ、ベストスコアを更新できるようになるはずです。なるはずですよ。なるはずね。うん、皆さんもね、今回お伝えしたことぜひ実践してみてください。はい、もう実践が実践のみです。実践のみです。はい、頑張ってください。それではここで重要なお知らせがあります。来た来た。その内容はですね、リンゴルフの公式 LINE ができました。公式 LINE ができました。今まで声なかったからね。確かにね、そう、うん、でこちらの公式 LINE では、うん、ゴルフの練習を継続できて、うん、やりきれる環境をご用意していく予定なので、この動画下の概要欄から友達追加登録をしておいてください。うん、はい、ちなみに友達登録をしていただいた方には、うん、LINE 限定配信での無料ゴルフ動画講座5本分など無料特典を特別にお配りしています。この特典は登録時にアンケートの回答を行っていただいた方に無料でお配りします。はい、はい、アンケートやってくださいね。また LINE の友達追加とアンケートを回答してくれた方限定でご案内している内容もあります。はい、10秒程度で簡単に終わるアンケートなので、ぜひ友達追加して LINE をチェックしてみてください。そして他にもこのチャンネルではゴルフを楽しく真剣にをモットーに、より多くの人にもっとゴルフを身近に楽しく知ってもらえるように配信していきます。なのでこれからもこういった動画を見逃したくない方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。はい、ということで今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が少しでも良かったなと思う方はコメントと高評価お願いします。じゃあそれでは次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。